はい、お疲れ様です。本日のカープです。今回もご視聴ありがとうございます。このチャンネルはですね、カープファンの皆さんのご意見をいただきながら成長していくチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さん、コメント欄にコメントの方よろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録してない方は、ぜひしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。またいいねボタンもね、ポチッとやっていただけると非常に嬉しいです。はい、今日はね、ゲームがない移動日ということで、先ほどだったかな、2、3時間前に、上本選手、末金選手のね、インスタグラムで更新されて、今から宇都宮行くよというような、情報も流れてました。まあね、昨日も非常に長いゲームやってたんで、疲れの残ってる方もいると思いますけども、しっかり休んでね、移動して、今日は餃子を食べて、ビールを飲んでしっかり休んでいただきたいなというふうに思っております。そして明日、ジャイアンツ戦ね、何としても取らないといけないゲーム。そして先発は、こちらの遠藤投手。予告先発遠藤投手出てました。頑張ってもらいたいです。昨日だったかな、あの動画で、自分が明日は大瀬良投手というようなもう完全に決めつけで発言してしまいました。お詫び申し上げます。ごめんなさい。はい。もう週の頭なんでね、長いイニング投げれる、大瀬良投手がいいかと思ったんですけども、まあ前回ね、やっぱりいいピッチングしてる遠藤投手はここで火曜日、頭、週の頭、ジャイアンツ戦の頭、カードの頭を行くと任せられたということで、遠藤投手頑張ってほしいですね。自分もね、将来期待して、ユニフォームの方を買いましたので、遠藤投手頑張ってください。よろしくお願いいたします。はい。ではね、今日はゲームがないということで、またいつものようにちょっと変わった企画の方をやっていきたいと思うんですけども、サムネイルに、つけておきました。恋の病ということで、カープが今抱えている課題についてちょっと喋っていこうかなというふうに思います。はい。そしてカープの課題といえば、また8回の話かと思われる方いますが、もう今回は、8回の話はしません。もう8回の、ピッチャーは、調子のいいピッチャー、相性などを見て、頑張ってコーチ、監督決めてくださいということしか言えませんね。はい。もうそれ以外何もありません。誰か一つ頭抜けてくれればいいんですけども、もう現状、そういうわけにもすぐにはいかないんで、栗林投手に次ぐ安定感のあるピッチャーをどんどん、つぎ込んでいくしかないということで、よろしくお願いいたします。もう今日はここには触れません。はい。でね、まあ他にもいろいろ課題あるんですけども、まず一つ、ダーンということでこちらですね。1番バッターの課題ですね。今年は西川選手、堂林選手、で中村選手がまあ主にと言いますか、主に言ってたのは西川選手、堂林選手ですかね。ですけども、そこからあと大森選手だったり、中村選手が入ったりしてね、いろいろ試してはいるんですけども、まあ、ここが固まらないっていうのがね、非常に今、痛いのかなと。なかなかカープがね、セントラルリーグ頭抜けていかないっていうのが、ここに一つ要因はあるのかなというふうに思っております。西川選手がね、最初入ったんで、そのまま本当は行ってくれればよかったんですけども、まあ、小園選手の不調であったりとか、いろんなチーム事情で、3番に今座っているということで、ただ逆にね、西川選手の3番、マクブルーム選手の4番、で5番に坂倉選手というのが意外にしっくり来ちゃってるんで、西川選手はあんまりいじらない方がいいのかなというふうな思いもありまして、ちょっと、調べてみました。そこでですね、まあ、1回数字出します。ドーンということで、こちらがですね、今年の成績の方を出してみました。ちょっと自分を見ながらでごめんなさい。まあ、ちょっと打率とかだけではね、なんとも言えないところもあるんですけども、まあ、やっぱり西川選手がね、安定してるんですけども、打率で言うと中村健人選手が3割残してるんで、しばらく中村選手で、頑張ってみてもいいのかなというふうに思いました。はい。他は堂林選手もね、1番任されて12試合連続安打ぐらい、放ってた時もあったんですけど、その次の日ぐらいですよね、13試合目の時ぐらいの、いつだったかな、これがすみません、5月7日ですね、DeNA 戦で、ピッチャー誰だったかな、ちょっと思い出せないですけども、そこで4三振かなんか喫して、もう全くタイミングが合ってないという状態になりました。で、その翌日もすぐに、佐々岡監督決断しまして、中村選手を1番に据えるというような采配をしました。で、そこからやっぱり堂林選手のね、調子がいまいち上がってこずに、昨日もちょっと、良くない、打撃内容でした。ということで、堂林選手、しばらくちょっと1番は外れてもらいます。で、まあ、田中選手ね、昨日チャンス、3回ともチャンスでね、3三振ということで、非常に残念でした。ちょっとね、ネットだったりツイッターで叩かれてるところもあると思うんですけども、もう1回ね、復活してほしいと思います。で、三振数が多いっていうのがね、非常に気になりますね。はい。もともとね、球数を投げさすタイプで、早打ちではないんで、追い込まれがちなんですけどね、3連覇の時はそこからもう何球も何球もピッチャーに投げさせるという打撃をしてくれたので、またね、そういう打撃が復活してくれば、また一番狙ってほしいんですけど、現状では厳しい
堂林選手厳しい、田中選手厳しいで、大森選手も一番入ると5打5とかねよくやるんで、大森選手も厳しいで、宇草選手も入ってますけども、宇草選手も厳しいってなってくると、絞られてくるのが、まあ、西川選手は3番なんで西川選手はないと、まあ、ポジティブな意味で西川選手はないとでなってくると、中村選手か小園選手か上本選手なのかなと。でそこに待って入るのが野間選手っていうのは、野間選手1回ね上で使ってもいいのかなというふうに思うんですけども、ファームでねこれ数字だけ見ると3割6分2厘という成績を収めております。でちょっと自分もねファームのこの数字でしか見れないんで、どういう内容であったりとか最近どうなのかというのがちょっと分かんないんですけども、その辺詳しい方いたらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいですね。どういった形で、今野間選手が3割6分2厘という数字を残しているのかというのを教えてください。またちょっとファーム情報をねどういうところで仕入れてるかっていうのもまた教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、野間選手1回チャンスあげてもいいのかなというふうに思っておる中で、まあ現実的にいくと中村選手でしばらくね、さっきも申しましたけども、中村選手でしばらく我慢して使い続けてみるのもいいのかなというふうに思います。まあ昨日もねホームラン打ってますし、長打もあるで足もあると、末金選手をちょっと小さくして、確実性を高めて走力だったり、守備力が高くなった、中村選手を、しばらく1番でね使ってみるのもありなのかなというふうに思います。まあね、最近のね小園選手の調子だったら小園選手1番もね面白いのかなというふうに思いますけどね。小園選手6、7番で、まあ、今のね下位打線も 怖さはあるんですけどね、小園選手は切り込み隊長で今の調子で行ってくれると、3、4、5がねさらに機能するのかなというふうな思いもあります。で6、7番にね中村選手を置いて、やっぱルーキーなんでね、そこで気楽に6、7番で打ってもらうのもありなのかなというふうに思いますんで、まあ、結論は出ないですけども、そういった感じですかね。ただね小園選手もね足は走力はねあるんですけど、盗塁がなかなかできないっていうのがねやっぱり一番としてどうなのかというところもありますね。西川選手もそうなんですけども、走力がありながら、盗塁能力が低いという選手が結構やっぱりカープ多いんで、で牽制刺されちゃうというようなケースもよく見るんで、盗塁の、ね、技術をなんとかつけてもらいたいなというふうに思っております。そういう意味では曽根選手だったかな、ダイソーで初球盗塁とか決めてくれる曽根選手とかがね、しっかり活躍してアピールしてくれると、またそれはそれで、いいのかなというふうに思いますけども、まあ、現状の、段階でいきますと小園選手か中村選手あたりが、1番打ってもらって、そこに入らなかった方が6番7番で打ってもらうと、まあ、あとはねキャッチャーが相澤選手入るのか坂倉選手が入るのかによって変わってくるんですけども、仮に坂倉選手が、キャッチャー入った場合ですねにサードを入れると、誰を入れるかというので、今最近は田中選手が多かったんですけども、まあ、昨日のねちょっとさすがに、チャンス3回で三振という3三振というのは響きましたんで、これでまたファームの数字だけ見ていきますと、しつこいでごめんなさい、阿部選手4割3分3厘打っているということで、こちらの内容もちょっとまだ全然存じ上げてないんですけども、阿部選手をねサードに入れるのはどうかなというふうに思います。はい、なので、1番にね小園選手か中村選手入れるんだったら、6、7番に、ね、阿部選手入れるのもね、阿部選手非常に長打力もありますし、そういう意味では、勝負強いバッティングもね3連覇の時はしてくれてたんで、サードに、7番ぐらいで、阿部選手を入れるのもどうなのかなというふうな思いを思っております。私は、皆さんの意見はどうでしょうか、ぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、で上本選手もね、春先のね神様級の時はの粘りだったり、バッティングの調子があればね、当然1番入ってもらってね、球数稼いでもらうとかね、やっぱりね、1番で大事なのが、まあ、もうすぐ交流戦入ってしまうんですけども、9番のね、ピッチャーの後に1番来た時の、ピッチャーのためにね、少しでも時間かけさせれるっていうのがね、非常に仕事としては重要となってきますんでね、本当に田中選手、その辺はね、いい時は素晴らしかったんですけどね、もう1回ちょっと帰ってきてほしいですね、田中選手。はい、でそういった意味では上本選手はね相手に球数投げさせることもできるんで、一番に上本選手を入れるのも面白いのかなというふうに思います。さあいかがでしょうか、この辺はね笹岡監督、非常に相手の投手とのね見極めしながら、スコアラーから情報もらいながらね、しっかり見極めて、最高の打順をね、最高の打順っていうのはもうその日の最高の打順であって明日の最高の打順ではないでいいと思うんで、本来はねもう全試合固定でやると監督の仕事としては、楽というかね、まあ、そういうレギュラーがガチッと決まってるチームは強いと思うんですけども、まあ、なかなかね今そういう時代でもないんで、どんどん、いろんな選手をね使っていくことが、勝利につながるという流れになっておりますんで、佐藤監督ぜひその辺は
しっかり見極めて、8回も含めて、8回のピッチャーも含めて、そういう調子のいい選手、相性のいい選手を、どんどん起用していくのがいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。ではね、これでちょっと、本当はね、2本立てでいこうかなと思ったんですけども、結構喋ってしまったんで、今回はこれで終わりたいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は、明日からの1番バッターを誰にするのか問題、恋の病問題をね、喋ってみました。どうか皆さんもね、ご意見ありましたら、コメント欄に、コメントの方よろしくお願いいたします。またね、昨日までのね、鬱憤だったり、そういうのがね、溜まってる方は、こちらのチャンネルのコメント欄で、ちょっとでもね、憂さ晴らししてもらえると、いいのかなというふうに思いますんで、悔しさはね、みんなで分かち合って、喜びもみんなで分け合おうというようなスタイルでやっていきたいと思いますので、ぜひとも、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。はい、それではね、明日から、宇都宮から東京ドーム、ジャイアンツとね、ビスターで対戦になりますけども、しっかり頑張っていきましょう。まずは明日絶対、遠藤さん、勝ちましょうということで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、それでは皆さん、今日も一緒にあれで締めたいと思います。せーの、やっちゃえ！よいしょ、バイバイ。